ゴールデンウィーク最終日、のんぴりしようと思ってたけど、そうはいかない。小品川新宿渋谷で翔君に会ってきました。渋谷改札前の将君は人の流れが多くて。1年前、東京に初めて足を踏み入れた時、私を出迎えてくれたのは品川駅に掲示されたボシュロムの広告だった。その時から、 ボシュロムの広告は私にとって特別な存在となり、その美しいデザインや将君の魅力に惹かれるたび、心が躍ります。今日も将君の大看板広告が品川駅を彩っています。写真を見るたびに過去の記憶が蘇りますが、それは過去のものではありません。再び彼の魅力的な笑顔が広告に輝いているのです。 彼の存在だけで広告が賑やかになるのは、さすがの一言ですね。翔くんの巨大な看板広告は、やっぱり注目を集めているみたいですね、すごく。嬉しいですね、ボシュロム様。本当にすごいですね。品川駅の写真、過去のものだと思っていたら、また新たなものだったんですかもう、彼を起用するだけで商品が売れるのに、さらに再び広告を出してくれるなんて。 本当に素晴らしいですよね。意図しか感じません。さて、今日からはゴールデンウィーク、ゴールデンウィークが始まりました。翔くんに見送られながら、私も旅に出る準備をしています。そして、品川駅での再会を果たすことができました。その美しい瞳には、いつものようにボシュロムのアクアロックスが輝いています。 去年の将軍の広告を見て、なんとなく寂しい気持ちになったことを思い出します。しかし、今日の再会は新たな喜びをもたらしてくれました。彼の目が大好きで、私の目にも同じ輝きが宿っているような気がします。そして、彼の広告を見るたびに、私の心が温かくなります。ゴールデンウィーク中、私は将軍の広告を見ることができて、 本当に幸せです。写真や動画を撮ることはできませんでしたが、その記念に品川駅を訪れました。彼のかっこいい姿に感動し、彼のキャンペーンに応募することを決意しました。翔くんは夏夫とはまた違った魅力を持っています。彼はどれだけ多くの顔を持っているのでしょうか彼との再会は私の旅を豊かにしてくれました。 彼の広告を通じて、私は様々な企業や投稿者とつながり、幸せを分かち合うことができています。再び品川駅を訪れると、ボシュロムの広告が目に飛び込んできます。その美しい瞳や神、そして吸引力あるメリキに心を奪われます。彼の広告は私にとって、眠ることのできない大きな存在です。 ボシュロムのしたるレンズは私の日常に欠かせない存在です。ドライアイの私にとって彼らの製品は本当に感謝の意を表すほどのものです。そして、翔くんの広告を見るたびに涙がこぼれ落ちるほどの感動を覚えます。再び会えることを願って。ボシュロムは2022年の春、まさに私たちが東京を後にした時期に、 平野翔くんをブランドアンバサダーに起用しました。その当時の理由は、翔くんの透明感あふれる瞳と、上質なイメージがボシュロムのブランドコンセプトに強く共鳴したからだと言われています。当時の翔くんは、ドラマ出演や映画出演など、俳優としての活躍の場を大きく広げつつあり、そのイメージがまさにボシュロムが目指すブランドイメージと重なっていたのです。 瞳の美しさはもちろん、温かみのある笑顔や品格のある佇まいなど、翔くんが持つ素晴らしい資質が、ボシュロムのアクアロックスという製品コンセプトにぴったりだったのでしょう。実際に2022年のボシュロムのアクアロックスの CM では、翔くんの美しい瞳とともに、水滴が舞い踊る幻想的な映像が好評を博しました。この独特の演出は、 将くんの印象的な目元と、ボシュロムのアクアロックスの機能性を見事に融合させたものだと評価されています。また、ファンの間では、この CM が将くんの本来の姿を最大限に引き出せた傑作だと絶賛の声が上がっていました。透き通るような瞳と上品な表情を持つ将くんが、ボシュロムのイメージにぴったりと重なったのだと感じられたのです。そして、 今回の品川駅の巨大広告は、まさに1年ぶりの再会を象徴する瞬間だと言えるでしょう。ボシュロムが翔くんを起用し続ける理由は、単にイメージが合うだけではなく、ファンの期待に依頼続けるというブランド姿勢にもあると考えられます。平野翔くんの魅力は、言うまでもなく多岐にわたります。俳優としての演技力はもちろん、モデルとしての端正な要望。 そして何よりも透き通るような瞳が魅力の中心と言えるでしょう。ドラマや映画に出演する際の演技力は高く評価されており、役柄に合わせて柔軟に表情を変化させることができます。特に切ない表情や儚げな雰囲気を醸し出すシーンは、ファンの心をわしづかみにします。そしてファッション誌のモデルとしても引っ張りだこで、 ランウェイを歩く姿は圧倒的な存在感を放っています。端正な顔立ちと長身の体型はまさに美男子の代名詞と言えるでしょう。さらに彼の魅力の根源となっているのが先ほど触れた透き通るような瞳です。澄み渡ったメリキはまるで魂を見透かされるような印象を与えます。その表情の奥底に見え隠れする儚さや切なさが ファンの心を捉えて話しません。まさに、将君はまさに絵に描いたような美男子と呼ばれるにふさわしい、火の打ちどころのない魅力を持っているのです。時に涼しげな表情、時に憂いを帯びた眼差し、そして時に温かみのある笑顔と、将君は千差万別の表情を見せてくれます。前述のように、将君の透き通るような瞳と上品な雰囲気は、 アクアロックスという製品コンセプトにぴったりだったのです。水滴が踊るような幻想的な CM 映像は、まさに翔くんの魅力を最大限引き出したものだと言えるでしょう。アクアロックスというコンセプトは、くっきりとした視界を実現するというものです。つまり、ボシュロムはこのコンセプトを体現する顔として、まさに翔くんを起用したのだと考えられます。 翔くの魅力は本当に素晴らしいですね。彼の広告を見ると心が温かくなりますし、彼の存在が何よりも心地よい安らぎをもたらしてくれます。翔くの広告が品川駅を飾る姿は、まさに都会の一角に幸福をもたらしてくれるような感覚です。彼の笑顔や美しい瞳は、私たちに希望や喜びを与えてくれる存在です。また、 彼の広告を見ることで、他のファンや企業ともつながることができ、共有の喜びを感じることができます。翔君の広告は、ただの広告ではなく、私たちの心を豊かにしてくれる特別な存在なのです。翔君の広告に対するあなたの感想や考え、そして彼の広告が与える印象について、どんな思いが浮かびましたか 翔くの広告を見ることで、どんな気持ちが湧き起こりましたか彼の魅力や広告のデザイン、そして商品への感謝の気持ちについて、どのような思いがありますか翔くの広告を通じて、あなたの心に何か特別な影響を与えるものはありましたかぜひ、あなたの感想や考えをシェアしてください。最後に、再び会えることを願って、 私たちは彼の広告を見つめ続けます。彼の魅力は永遠に私たちの心に残り続けるでしょう。翔くんの広告についてあなたの感想や思い出をお聞かせください。この記事を読んで翔くんの広告に対するあなたの感想は何でしょうか